共に進める市民団体議員の方々が応援に駆けつけてくださっています。最初の弁士をご紹介いたします。みんなで選挙アット東京12区代表委員の大野博之さんです。ご紹介に預かりましたみんなで選挙アット東京12区共同代表東洋大学教授の大野博之です。私たちは真に住民目線の政治を実現するために北区を中心に活動する超党派無党派の市民グループです。この都議選にあたりまして5候補のですね選挙公約を比較検討した結果、曽根一さんの選挙公約がですね我々に最も近い素晴らしいものだということに判断いたしまして、曽根さんを応援することにいたしました。皆さんは今の政治に満足していらっしゃいますか。中止や延期を望んでいる多くの都民がですね中止や延期を望んでいるオリンピック・パラリンピックの開催を強行し、1万人とも2万人とも言われてますが観客を入れて開催する、曽根さんはじめ立憲野党はずっと以前からですね PCR 検査の拡充を訴えてきました。しかし全く件数は増えません。ワクチン接種が始まりましたが今も検査は極めて大切です。いつでも誰でも何度でも無料で受けられる検査体制を曽根さんは訴えております。ワクチン接種も出遅れました。コロナ対策の切り札だ、すべての希望者が接種できる供給量を確保したなどと威勢のいいことを言っていましたが、ここ数日連日のように供給不足のニュースが聞こえてきます。今の政治には不満だけれども政治家は誰も期待できない、危険でいいやと思っている方、それは大きな間違いです。なぜなら危険は結果的に現状好転になってしまうからです。なぜならばがっちりと組織票を固めている党がですね浮き上がる仕組みになっております。この赤羽でも多くの飲食店の皆さんが大変苦労されております。場当たり的な政策で時短、酒類提供禁止の繰り返し、給付金も届かず大変な苦労をされております。もし曽根さんが万が一に議席を失うようなことになってオリパラで感染が拡大する人が増えたら自己責任だ、自業自得だと言われかねません。なぜなら反対しない人たちに投資をしたでしょうと、こういうことになります。こういう政治に満足できない、うんざりだという方はぜひ曽根さんに投票をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ただいまのお話はみんなで選挙アット東京12区大野博之さんでした。立憲民主党、社民党から新社会党から曽根候補を何としてもと駆けつけていただきました。今日はご紹介をさせていただきます。新社会党福田浩一北区議会議員です。お話をいただきますのは